わしの名はアリストテレス、万楽の祖と呼ばれておる。今回は新しい乗り物を開発している研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学工学部宇宙航空システム工学科宇宙航空システム専攻金沢浩二教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ。エアクッションビークルのライドコントロールに関する研究を行っています。エアクッションビークルとは、機体の下にエアクッションと呼ばれる空気の層を作り、その圧縮空気の圧力により機体を浮かせ移動する乗り物です。船や自動車と飛行機の中間のものと考えていただけると分かりやすいかと思います。特殊航空機と呼ばれるように、航空機の一部であります。一般的にはホバークロフトというタイプのものが世の中では知れ渡っていると思います。ここでちょっとエアクションビークルの長所についてご説明したいと思います。乗り物が移動する際の方法について考えたいと思います。こちらにありますのが乗り物です。これを移動させるとなると、どのような方法があるか見たいと思います。一つはそのまま動かす場合、いわゆる滑りを使う場合です。二つ目はこのように車輪を用意して転がすというタイプがあります。三つ目はこれを浮かしてそのまま移動させるという方法があります。これら三つのうちで抵抗が最も少なく効率が最も良いのは、当然この非接触、浮かして移動するという方式です。エアクッションビークルは空気の力により浮かせ移動する非常に効率の良い乗り物です。また空気という世界中どこにでもある物質を使う乗り物ですので、これからの乗り物として非常に有効なものではないかと考えています。またエアクッションビークルは水陸両用でありますので、例えば車が走行できない泥礁地であったり、船が走行できない浅瀬であったり、そのようなところでも使用可能であります。これは今後心配が予想される災害に対しての救難輸送に対して非常に有効ではないかと考えています。ふむふむ、実用化に向けてどんな研究をしておるんじゃ。ここにある緑の袋がエアクッションとします。機体はこのクッションの上に乗っているので、非常に効率がいい乗り物になります。しかしながら地面とかがこのようにデコボコしますと、エアクッションの体積が変化します。体積変化はすなわちエアクッションの圧力変化になりますので、このように機体が揺れてしまう、乗り心地を損なってしまうという問題があります。これに対して私は理論計算によりシミュレーションを行い、どうしたら揺れをなくして快適な乗り物になるかということを研究しています。この図にあるように、エアクッションの圧力変化に対して空気の流れにより反対の圧力変化を作り、両者を合成することで揺れを抑えられる可能性があることが分かりました。今は地面の変化に対して機体がどのように揺れるのか、またその揺れに対して流れをコントロールすることによってどれだけ抑えられるのか、これを学生たちとともに一緒に検討しています。検討結果は今年の学会で発表予定です。金沢教授の研究は今後どのように生かされていくのじゃ。今は理論的なシミュレーションによる検討ですが、これがうまくいけば実験などによる実証したいと思います。将来的にはエアクッションビークルという乗り物が広く世界に行き渡ることを望んでいます。最初に申し上げましたように、災害救難での用途はもちろんですが、非接触性並びに揺れが少ないという特性を利用して、例えばエアクッション車椅子とかエアクッションストレッチャーとか、お年寄りや子どもでも移動に要する力がいらない楽な乗り物、また乗っている人にとっては快適な、揺れの少ない快適な乗り物になるようになればいいなと思っています。崇城大学工学部宇宙航空システム工学科宇宙航空システム専攻の活躍がますます楽しみじゃ。